ギガ連射。さあ、やってみましょう。今回やっていくのはこちら、クターのビーボール2。いやこのタイトル見て面白そうって思う人いるかな？ビーボール2。多分ね、バランスボールですね。これね、懐かしいですね。なんか昔はよくバランスボール使って練習みたいなのがあったんですけど、最近はあんまり使う人いないんじゃないかなって気もするね。流行り廃りがあるよね。こういう運動器具もね。で、2って書いてありますけど、1見かけてないです。多分2しかないんじゃないかな。そんな気がします。まずはあらすじから。ペペン。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、家ではボヨンボールでした。B ボール。バランスボールじゃないね。B ボールで、いつも運動しているらしい脅威の無表情キャラクター。今日も自宅でボヨンボヨンと跳ねまくりた。テクニカルな飛び方でスコアを稼ごう。テクニカルな飛び方で。ちょっと不穏ですね。まずランキングから見てみようか。ST ブラックが271。この ST ブラックはね、なんかね、チーターのような気がするんだよね。なんとなく。あの、雪玉転がしの時のスコアが 0秒だったか1秒だったか、だったよね。あれでちょっと疑ってます。こいつはチーターではないかなと。あとはまあ普通ですけど、ちょっとね、ランカーの名前が見当たりませんね。ランカーがいないような感じがするね。2位はクロミー17。3位はタクタク2000。4位はノリアップ。そういう感じですけどね。ちょっとチーターの存在が、ちょっとあれですけど。チーターと言っちゃってるけど。チーターと。なるほど。なるほど。なるほどね。なるほどね。落ちないようにクタを移動させて、クタを操作しよう。マウスを移動させるだけだね。オッケー。オッケーオッケー。やっていくぞ。これね、なんかした方がいいんかな。あんまりスコア伸びないよね。とほほ。オッケー。ちょ、電気つけようかな。部屋の電気つけないと、トラッキング外れがちな。電気つけよう。上に乗ってるだけではダメなんだ。横からこう戻るみたいな。とひひひ。とひひひ。電気つけよう。よし。ちょっとこれ、後ろのさ、なんか、ネイビーとなんかやってるよ、あいつが。ネイビーとチークがちょっとイチャついてるよ。大丈夫なの、クタくん。後ろちょっと、脳が破壊されるようなことが起こってるよ。チークかな、チェリーかな。あいつあれか、何やってるのかなと思ったら、エアプチン回やってるな、あれ。あれや、エアプチンやってるの、ネイビーが。あれ、グレープを早茶飲みやってる。クタガチ勢には分かってしまう。後ろの連中は何や、もううるせえよ。うるせえ、全然スコアが伸びねえ。あいつはチークなの。チークなの。チェリーなの、チークなの。そこは分からん。俺はチークとチェリーの違いが分からん。クタの彼女のって、どっちが彼女なんだっけ、チークかチェリーかどっちかが彼女なんだ。あ、後ろいないね。あれはチェリーなの。クタの登場人物まとめてくれ、誰か。当たっ。これはね、あんまり伸びないよ。伸びないよ。スコアも伸びないし、動画も伸びないよ、これは。あ、ローネが今言った。ローネがいたとか、うるせえよ。うるせえよ。あんな、あの、洗濯物あったかな。ダメだ。後ろが気になって全然スコアが伸びん。誰もいねえ。部屋に誰もいないぞ。おい、クタ、部屋に誰もいないぞ。いいのか。人がいない方が集中できるみたいなところあるよね。なんかあの棚の下になんかあるんだけど、早すぎて見えん。誰もいない方が集中できる。いや、スコア伸びないね。やっぱあんまり真上じゃない方がいいのかもしれないけど、真上じゃない方がいいのかもしれないけど、真上じゃないと戻ってこれないよね。小さく細かく刻んでいこう。それ以外ではこう、やっぱこうね、
これ全然伸びてないでしょ。伸びてないね。上ボヨボヨしてたけど伸びないんだよね。ここまでにするか。ここまでにするか。めっちゃ気になるもんね、周りが。で、よく見ると、今よく見ると棚の、この木の棚の上にいろいろなんかさっきと違うものが乗ってるね。うわ、気になる。あ、今度は何も。1回で 23? 戻れんと23とか言うのか。いいよ。いいよ、いいよ。てってれって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 。あ、伸びないね。スコアが伸びないね。ちょっと、攻める。攻める。攻めるとこういうなことになるよ。こら、難しいよ。安全を取ると点が、スコア伸びないね。でも、危険を犯すと、それは当然死ぬよっていうね。安全を選ぶとスコアが伸びない。危険を取ると死んでしまう。うまく飛んでるときに、このガラスの窓を目指して戻ってくるっていう感じかな。よいしょー、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 よいしょー。あー、飛びすぎな。難しいな、難しいな。あれ？シークが2人いない？違うか。あれは絵じゃん。絵なのか。絵じゃん。チークでんかな。まだチークかチェリーか言っとる。次回の動画までに、チークが、どっちがチークでどっちがチェリーかをはっきりしてます。あの、白いクターでほっぺたが赤いから、これはチークだと思ってるんだけど、チェリーがね、あ、なんか棚にいっぱいあって、気になる。めちゃくちゃ気になる。めちゃくちゃ気になる。うぃ、横腹にドーンと。横腹にドーン。これは痛いよ。リバーブローがね。リバーブローが。リバーにダメージがいってしまった。カナディアンバックブリーカーみたいなダメージが。腹に。終わりどころが見えなくなってきましたね。途中で取った高いスコアを超えたいんですけど。あ、戻れん。戻れない。どうしよう。終わりが見えない。終わりの点を見つけられない。あう。困ったな。困ったな。あ、赤くなった。これは。赤玉転がしの赤ですね。後ろにいるのはブロッソ。この赤玉でハイスコア取りたいね。いや、やっぱ安全を取ると全然スコア伸びない ね。これ今スコアを取りに行った。うわお、うおほ、うおほ。安全取ってる、安全取ってる。でも安全取ってる間にどんどんこう速くなっちゃうんだよね。速くなっちゃう。速くなるとさすがに厳しい。よし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 。ちょっと安全を意識しつつ、よいしょーよいしょー。で、早い。てか気づいたが、赤玉はバランスボールじゃないから弾まないと思うな。あの運動会で転がすやつでしょっていうね。あわわわわ、どうままままままま、うえしょままか。戻った、よく戻れたけど。よー、頑張った。いいよ。これ終わりかなっていうつもりのやつが一番いい感じで伸びたから、まあいいけどさ。いいけど、これは100とか超えるの大変だぞ。もうちょっと頑張ったら100超えるかもしれないけど、もうちょっと頑張ったらって今言ったけど、多分もうちょっとっていうのは多分1時間とか2時間だよ、これは。運が相当良ければここまでいけるけど、狙って100いけないね。ただ運が良かったから4位まで来れたって感じ。いやー、これはちょっと、
これはね、やっぱね、ST ブラックのこのスコアはね、チートだと思うね。これは無理だね。これは無理。よし、ここまでしましょうか。まあ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 、あんまりこう、熱くなる感じじゃないけど。まあ、クターらしいゲームかな。クターの B ボール2でした。皆さんやってみてください。ほなまた。